はい、どうもクラゲです。ということで今回なんですけども、現在話題沸騰中の超大ピンチ松井裕樹選手使っていきたいと思います。いや今更じゃないで、一応まだ旬の選手やからね。いやもちろんね、今回超大ピンチがついたこと、もう何よりもぶっ飛んでるんですけど、まあ、今シーズンのシリーズ1から変更が入ったこちら、まあ、このカットボール2、これが俺相当強いと思うよな。今まで松井選手って、まあ、カットボール3やったんすよ、まあ、それにより割とスラーブが対応されやすくなるというか、結構巻き込めたりはしたんですけど、まあ、今年のシリーズ1からカットボール2に変更と。さらにシリーズは超大ピンチときたやろ。いやこれすごいぞ。大ピンチない状態でも強い配球が生み出せるっていうわけやから、それは打てんわなっていう。もう何回かね結構対戦したんやけど打てないっす。これでかすぎる。で俺が5月ぐらいに紹介したこっちの斜めスライダーと通信持ちの松井選手持ってる方は、俺は一旦踏みとどまって継承はストップしといてほしい。やっぱりこれもこれで魅力的な球種やから、俺は2体持ちを推奨します。まあ、先発もできるんでね、こっちは。まあ、大ピンチとかはないけど、松井選手ってなんか毎年このバージョン最強みたいな言われてない？なんかそれぐらい能力変わってる気するわ。なんで今日は使いたくて使いたくて、もうたまらなかったこの松井選手。ピンチのね、場面以外でも、しっかりね、お見せできたらなと思います。はい。それでは早速、ランク戦の方、潜っていきましょう。よろしくお願いします。それでは、お願いします。いや、俺こう見ると、アニバーサリー、結構神引きしたと思われがちなんやけど、別にそういうことないで。結構突っ込んでのこれやから、いや、正直あんまり割には合ってないわな。なんか動画界やったらめっちゃ神引きしてるやんみたいな。え、言われ、何今の、何今のバッティング、はなんか180キロぐらい見えたんやけど。はは、何今のマジで。やば、魔球や魔球。ちょ待って、ちょもうやめる、もうやめるわ、もうやめるやめる、こんな。ちょ待って、何をしてんの、何をしてんの。あれ、おちょ待って、これ何やったっけ名前。ワンシームか、待って、ワンシームくんがめっちゃ速く感じるんやけど、なんだこれ。おちょいやもうちょっと相手も味しめて結構なんか多投してきてんねんけど、そろそろその唇へし折っていい、自慢の唇へし折るわ。ほらほら味しめてきてるぞ。まあそりゃそうか、こんだけ打てんかったら味しめるわな。なんか知らないですけど180キロに見えますね。チャップマンかな、チャップマンのストレートかなこれ。なんやそれ、なんやそれ。まあ今日はね松井選手の動画なんで、まあ3アウトぐらいあげたるわ。ヒットなってくれ。いやむしろヒットなってほしかった。まあここで行くか早速。いやー来季メジャー行くのかな、だから最後になるんすよっていう点も踏まえて取っておくべき。まあ通常でもええけど、仮にね抑えの追加がもうこう後半の方になってくると、シリーズのワンチャン排出停止っていう可能性もなくはないから、まあ、やっぱ取れるうちに取っておきたいところであるよ。うん、ナイスキャッ、ナイスキャッ。いいねノリさん。いやめちゃくちゃ削ると、左バッターにやっぱ刺さるかな、この変化量ちっちゃいっていう球は。これがね変化量 D3 あると巻き込めちゃってたのが、もうこれ振るで、多分振ると思う。振れよ、俺がこの配球いいでって言ったやつ基本打たれてるからな、動画で。信憑性がなくなってきてるらしい。これを今度はあえてストライクに入れていくと。はいはい、うん、もう信憑性がなくなってきてるらしいです。いや超大ピンチねんか。いやもうここを敬遠するか。ベンチ怖っ。もうじゃあもうこれ帰るわ、帰るわ、じゃあ進行敬遠するわ。めちゃくちゃ削ってはいるんやけどな。え、代打洗いたかいよ出る。なんでこれ大ピンチ出んの、これ敬遠しとろか。え待って、相手めっちゃ優しいない、これ超大ピンチ狙ってわざと代打出してくれてるやろ。ありがとう、本当にありがとう。え、めちゃくちゃいい人に当たったんやけど、これ多分わざとやろ、わざとやんな。ちょっとスラがめっちゃ曲がると、俺さなんかカーブとか投げてみて、この辺からあれじゃん、ストライク入るんじゃん。おい肘で見えませんよっていうね、清宮幸太郎の。いやこの辺の縦スライダー行くわ。肘で見えません、これおすすめ。はい、肘で見えない。肘もっと引っ込めた方がええんちゃうかっていう、それぐらい相手の打撃フォームをこう利用していく、そういう時があのできるんですよ。さすがに今のホームランを打たれてたら、まあ、あのこの動画普通ここで終わってた。で千賀滉大並みのこのフォーク、いや強っ。ツーシームなくてここまで強いピッチャーって結構すごいよな、やっぱ各球種のポテンシャルが。ちなみにカットスラブで全然抑えられてないけど大丈夫。まあいいや、
もうちょうどラグったわ、今ラグったから、まあ引っ張ってもらったってね。やっぱ結構左ピッチャーなカットスラブ僕は好きっていうのもあるんで、苦にしないとは苦にしないかもしれないですけど、俺は投げてて結構刺さるイメージがある。味しめてる。味しめすぎてないんちゃう、味が。あのガム、味のないガムを一生噛み続けてる、そういうタイプの人かも。やっぱりジュースって飽きるじゃないですか。で水は飽きんやん。それと一緒で、女性も顔が可愛い人じゃなくて内面を皆さん選んだ方がいい。ジュースは最初美味しくて感動してもいつか飽きます。すいません、もう一回だけワンシーム投げてくれ。もう一回だけワンシーム投げてほしいわ。最後それホームラン打ってちょっと攻撃を終えたい。ありがとう。え待って、俺後付けしてる声、こんな言ったことが起こる。あの後付けじゃないで、もうこれ今撮ってるからな、撮影今撮影してます。怖っ、ほんまにワンシーム出たわ。ありがとう、この人あのとことん俺に撮影協力してくれる人や、うん、全くルーム戦とかで何もないからあれやけどね、別に仕組んでるわけではないけど。何をしてんの。まあ相手のバッターは甲斐選手。え、なんなん、代打出さんの。ええ、まあまあええわ。あれやしな、たまにコメントとかで来るんすよ、倉木の投球おもんないからバッティングだけ見せろっていう人への反感としてこのバッティングをしてる説は皆さんありますよ俺。せめて振って、どういう反応をしてるか見たいから、せめて振ってほしい。ボールになると思ったんかな。そう、暗闇のねピッチングおもんないっていう人がたまにいるんで、そういう人の当てつけとしてピッチャー動画ではあえて打たないっていう、そういうスタイルを取ってる可能性はなくはない。いやめっちゃ強い。ピンチなかったらやっぱカットスラーブ結構強いな。うん、もう体力ないですね。そんな労力使ってるイメージないけど。いいね。めちゃくちゃ詰まってるわ。スラブと間違えてるでしょ今の。おい、この人代打さん縛りでもしてんのか、それとも試合を諦めてるのか、どっちや。はい、まあそりゃ打たれるわけないよ。まあ、ちょっと次はカットスラブもうちょっとぶっ刺したいな。で4割の人ちょっとぶっ刺していきたいけどな。この人にぶっ刺されば、え、結構おもろいぞ。でピッチャーはまた菅野選手と、うん、多いな。で初球から決めていくと。さすがや。いやちらほらね意見あったけど、継承せん方がいいみたいな。全然あのスピリッツを考えるとね、継承していい気するけどな。ああ、いやーちょっとどれぐらい刺さるのか非常に楽しみであります。まあ、このまま3人で終わるとコールドで終わっちゃうから、先頭敬遠するわ。はい、歩いてくださいと。いやシャアじゃない、君は何もしてない。いや可愛いけど。でここで登板していきます。で大谷選手も結構ね腕をこう前のめりにしがちやから、俺はこの通天閣ボールが刺さってくれると思ってる。はい、はいはい、刺さった、はい刺さった。あちょっと待って、早いって、もっと見せたいからちょっと待って。まあいいわ、じゃあちょっとカットスラーブで攻めていこうかな。はい、ただカットスラブって右バッターの外角とかやったらミート打ちめっちゃされやすいから、そこは注意。ただボール球に投げ続けるとミート打ち簡単にはできないんで、はい、タイピンチなくても強いのが、実質去年までと変わらんからな。別にタイピンチなくてもそんな変わらん。はい、刺され。あおいおい、振ってる振ってる振ってる。4割がここまでね手のひらの上で転がされてたら、まあ最強と言っていいでしょう。最後もう一回カットボール行くわ、これ多分打ち取れるから。はい、お疲れさんと。いやねこれちょっと、かなみさん強くしすぎです。